はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。いつもの田んぼからお届けしますということですが、前回いつお届けしたか忘れましたけれども、多分茶色い畑のような感じだったと思うんですね。ここが、これいつもの場所なんですよ。でももう季節が変わりましてですね、完全に田植えがもう終わってます。で、まあね、梅雨時の合間の晴れ間になりますけれども、水路の音もねきちんと聞こえますし、まあ、青々と茂ったですね、まあ、草木が非常にいい香りがしますね。本当ね、僕この時期大好きなんですよね。すごい大好きね。で、今日もねまた車の中で撮影しようかなと思ったんですが、さすがに暑いんですよ。いつもね車の中で撮影するときはエアコンつけてない、エンジンもつけてないんですけれども、まあ雨曇りとかですね、あとは日陰で、大丈夫なところでですねやってるわけです。でも今日さすがにね、たとえ日陰だったとしてももう車の中がもうねサウナ状態になりますから、でクーラーもやっぱあんまりつけたくないっていうことですね。今日は気持ちよく外に来たわけです。まあ多少暑さはあるわけですけども、やっぱこうやって久しぶりにねここでお話するのも非常に気持ちいいなということですね。まあ今日のテーマなんですけども、また例によってね、またあのコロナの問題が再発しているような印象を受けているわけですね。さっきもちょっとテレビとかネットとか見ていたら、どうやら東京都が、コロナの新感染者数が100名を超えたって話ですね。で、これは5月の頭以来です。つまり緊急事態宣言バリバリの時期以来の数値になってしまったってことですね。ただですね、一方でじゃあ東京以外はどうかというと、まあ、神奈川県とか埼玉県はですね多少2桁はありますけども、ここ福岡ゼロです。そして大阪とか兵庫とかですね、北海道もほとんどゼロなんですよね。つまりですね、関東の、まあ、主要3県って言っていいのかな、東京、神奈川、埼玉、あとまあ千葉とかもそうかもしれませんけれども、そこだけに限定されまして、でほとんどゼロというのが今現実なんですね。だけども全国で見ると3桁だとかですね、東京都3桁だというふうに騒ぐかもしれません。じゃあその3桁の感染者数はどこから来てるかって言ったら、これも完全に特定されていまして、新宿を中心とする歌舞伎町を中心とするですね、夜の街であるということがはっきりしてるわけですね。あの福岡でもですね多少発生したというのを1週間ぐらい前に聞きましたけども、それもやっぱり中洲なんですよね。つまり歌舞伎町みたいなところなわけです。繁華街であって、まあ、夜の、お仕事ですねたくさんあるところなわけです。だからちょっとねもうおかしいなと思うんだけどさ、なんでそこを規制しないのかなっていう気がするわけですよ。いや、まあその今回東京都知事小池さんがですね重点的にそこに、まあ、メスを入れてるっていうのが事実でして、で、だから感染者数が数値として現れてるっていうこともまた事実なわけですね。つまりですね、今感染者の主な年齢は20代、30代になるわけです。それが4月、5月の、いわゆる緊急事態宣言のですね、パンデミックと、まあ、一応日本的なパンデミックと言われてる状況とえらい違いなんですよ。あの時はですね、20代、30代、40代はほとんどいなかったわけです。で、もっぱら70代とか80代のですね方が非常に多かったわけですね。つまりまあコロナに感染しました、で風邪のような症状がありました、しかもちょっときついなっていうところで病院に見たら、あなたコロナですよっていうことで、まあ、入院して、まあ、医療にですねかかるっていうふうになってたわけですよ。で今はじゃあその歌舞伎町のあの辺りのね夜のお仕事のところが非常にそのクラスターが発生しやすいところで、東京都が重点的にその PCR 検査をですねやり始めてるわけですね。すると無症状にもかかわらずですね、あ俺コロナだっていうことで数値にカウントされるってことです。じゃあ一方ですね、死者とか重篤化した人はどれぐらいいるかといったらですね、これまたゼロが続いてるわけなんですね。つまり4月5月のあのひどい時は、まあ、死者も非常に多かった、毎日カウントされてましたね。もちろんそれは高齢者にほとんど限定されるわけで、まあ、若い人たちなかったわけですね。今このと逆転しましてですね、若い人たちの数値が伸びて、で高齢者がほとんどいないということです。ということはですね、若い人たちもほとんど無症状ですんで、死者もゼロですし重症者もゼロというに近いということなんですね。でその状態でじゃあこれから先緊急事態宣言が再び発令されるかったらさ、これはもうさすがに賢くなってほしいと思いますよね。さすがにもうそれは賢くなっているとは思います。つまりですね、この状態で本当に緊急事態宣言が発令してですね、まあ経済活動を限定的にもでストップさせるどうなかったらですね、これはまあ東京というのはですね、東京のための東京じゃなくてやっぱり日本全国に波及するわけなんですね。東京がですね経済ストップすると全然無傷の地方にもですねすごく悪影響が広がるっていうのもまたあるわけですよ。じゃあそこまでしてですね慎重になる必要あるのかってさ、それはまあ費用対効果の面でいうと、まあ、それはほとんどないですよね。ですので僕は預言者でもありませんし、
ね、まあ、あくまでその数字やファクトを見てですね、自分なりに考えて言うしかないんですけれども、まあ、東京が緊急事態宣言になることはまあほとんどないんじゃないかなと思います。ただしですね、やっぱり数値が上がってるっていうのは事実ですし、それだけ上がってるってことは潜在的に、まあ、やっぱり感染者がいるっていうのはまた事実です。ただですね、いたところでですね、無症状ということは全然意味がないわけですね。しばしばですね、無症状の人が高齢者に移すと、でその無症状から移された高齢者の人はですね、重篤化して、まあ、死に至るという話を、ね、する人いるんですけども、そのデータも今聞いてみた限りではですね、ほとんどないという話ですね。で、日本人はですね、なんでこんなに、まあ、症状が軽いのかってですね、まあ、これどっかでもお話したと思いますけども、まあ、いろんな仮説があるわけです。で、僕の中での一つの有力な仮説としてはですね、もうすでにかかっちゃったんじゃないかなっていうことですね。ですので去年のまあ秋ぐらいからですね、9月10月11月ぐらいにですね、中国からの観光客がまあ相変わらず来ていたわけですね。まあ、あの買い物とかいろんなことをしにですよ。でその時にやっぱ武漢の人ももちろんいますし、もうかなりの人がですね、感染してるわけですよ。で僕自身もそうだったし、実は周りにもですね、結構いたんですが、意味不明のなんかひどい風邪っていうのがね、結構あったんですね。その話もどっかでしたと思います。で、まあ病院行ってみたらですね、インフルエンザを疑って行ったんだけども、インフルエンザではないと言われたと。けどなんかすごくひどいし、今寝てるしかないのかなっていうことで、しかも家族までかかっちゃったっていうことでですね、でもいつもの風邪ではないんだけども、まあ、5日とか6日とか寝ていると、まあ普通に戻ったっていう話ですね。まあそれで免疫がついちゃって、ね、バーンとその広がることがなかったって話です。ただしそれじゃあ欧米はなんでそういうふうにね、ガッと広がったかというと、まず免疫がもともとなかったわけですね。そして、まあ、一気に来ちゃったわけです。そして、無料の PCR 検査とかですね、ニューヨークでやっちゃいましたから、それみんなその貧しい人たちが殺到するわけでしょ。そしたらやっぱり、多少なりともコロナの感染者が出てくるということはですね、医療リソースをここで費やすことです。で医療リソースが費やされるとですね、本当にかかんないといけない人が、きちんと対応できなくなるわけですね。でそのことによって、まあ、悪循環に陥るというのが、まあ、アメリカ、ニューヨーク、そして欧米の現状だったということですね。では日本はどうかというと、 PCR 検査をですね、なるべくしない方向で進めまして、でまあ、じわ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 とやっていって、まあ、一応これは優等生だと思うわけですが、まあ、今に来てですね、3桁の、増えているというふうに、ね、言われるわけです。ただですね、今経済活動バリバリ開始している欧米は、じゃあ今どれぐらいかったらさ、まあ、アメリカなんかもそうですけども、2万人の新規感染者がいるんだよね。2万人だぜって感じですよ。それでもバリバリやってるわけでしょ。まあ、それ比較するわけじゃないけどね。しかもよっぽどひどいところなわけですよ。そのアメリカ、日本に比べるとですね、その体制もあんまりないし、やっぱり死人も中央多いってわけですよ。それでもやっぱ経済を再開するっていうのは、もうそれで経済で亡くなる人がやっぱり多くなるっていうことを、まあ、見越してるってことなんですね。ですのでもし今本当に緊急事態宣言ですね、まあ、ロックダウンに近い形になって、経済活動に制限かけられるとですね、それこそね、まあ、どうするんでしょうかって話です。現実的な意味で、政治的な意味においてですね、経済的な意味においてですね、財源がないですし、それだけ生活保障をするだけのものはね、もう残ってないわけですね。いくら東京とかですね、まだお金がある自治体だと言ってもですね、それはまあ限度があるわけですよ。しかもそれは別に給付すれば済む話ではなくて、やっぱりその肝心な経済というのはですね、鈍化する、とですね、やっぱりいろいろ支障があるんですね。というわけでですね、まあ、僕はまあ予言者でもないんでね、これというふうなことは言えませんけども、まあ、おそらくというか、まあ、十中八九緊急事態宣言が発令されることはありません。ただしですね、やることはちんとやってないといけないんで、まあ、マスクとかですね、まあ、人がいるところではした方がいいかなと思いますね。でもいないところではしなくていいわけですよ。もし俺これ誰もいないね、これね、半径1キロぐらい誰もいないところなんですけども、そこで俺マスクしたらさ、こいつ頭悪いんじゃないかっていう風にね、思われるところでしょ。ねえ、でもそういう人は結構多いんだなっていうのがまた事実なんですね。で、まあ車運転してたらですね、やっぱり車の中でね、マスクしてる人いるわけですよ。いや、苦しくないですかっていうね、これジョギングしてる人もですね、黒いマスクしてね、昔あの男塾に出てくるさ、なんかいるじゃないですか、こういう人がね、もうあれをちょっと思い出しちゃったわけですよ。なんか結構マッチョな人がさ、こう黒いマスクしてね、お前男塾かってね、なんかもう突っ込み入れたくなったんですけども、まあまあそれはね、それぞれやっぱりちゃんと用心してるってことで、別にそれ責められることじゃないかもしれませんが、でもそれをですね、まあ、皆さんに強要するのも変な話だし、特にやっぱり子供たちとかですね、すごい体温が上がりやすいし汗かきだしね、そんな中ですね、マスクをして 20% ぐらい体温が上がって熱中症ということになるとですね、もうコロナで全く知らないのに熱中症でいっぱいね、その入院だったりそのね、最悪の事態になるってことだったらさ、もう本当笑えないとかね、もうね、どこにその怒りをぶつければいいか分かんないってなりますんで、だから僕はもう忠告しておきますけどもね、実際の厚生労働省 WHO もですね、あの15分間わーって喋り続けなければ別にマスクしなくていいって言ったし、まあ、1メートルぐらい間隔ね、 1.5 メートルかなぐらいの間隔を空けとればですね、別にマスクいらないというふうに言ってます。だけどまあ我々こうやってね、テレビで洗脳されてますんで、マスクしないと怒られるとかですね、だから僕もその辺のところありますよ。マスクね、人混みがあるところにしないとですね、なんか変な目で見られると、だからその社会的な目をですね、気にしてマスクをすることはありますけれども、まあ、現実的にすることは非常にナンセンスだなと思います。だからそれはコロナ対策でですね、世間の目対策なんですね。まあそういった意味で少し賢くはあって、別にね、周りの人たちと俺喧嘩売っていちいちね、その荒波を立てるつもりもありませんのでね、
まあそういう感じで、まあ相変わらず僕のスタンスは変わりません。コロナは雑魚キャラですということですね。で、3桁の感染者がいたところでですね、まあ歌舞伎町に行かなかったらいいんですよ。ね、これ言われてもね、まだキャバクラ行きますかってね、もう俺その気持ちが分かんないですね。キャバクラに行く気持ちが分かんないですね。まあ人生で3回ぐらい行ったことありますよ。だって自分のお金で行ったことありません。まあ Q ちゃんキャバクラ行こうよとね、石田君キャバクラ行こうよってですね、あ行きますってですね、まあ、3回ぐらい行ったことありますよ。でもあんまり楽しいものじゃないですね。だって小1時間ぐらいでさ、ね、シャンパンとかスパークリングワイン後でさ、次から次へと継がれるわけですよ。でね、そのお姉さんが私もいただいてよろしいかしらみたいな感じで、まあ、飲むわけでしょ。でそのお姉さんが飲んでる分も費用かかるわけですよ。1杯1000円とか2000円とかかかるわけでしょ。で結局4月かな、去年行った時にはですね、20万買っちゃいますからね、4人で。いや、俺ちょっと5万払うのかなと思って。1時間、なんか、薄っぺらい会話をして、会話中会話じゃないですよね。お姉さんが20人ぐらいで家から立ち帰りきてお酒を飲んでいてですね、あ、どうぞどうぞって言って、まあむしろ俺たちが接待をするようなね、状況に陥ってですよ。で、それで1人5万円取られるのは、と思ったんだけど、まあ一応それをね、誘った人が20万全部払ってましたからね、まあお金持ちの方だったんで、まあ決して楽しいものじゃないですね。それよりもね、まあ俺はですよ、俺はですよ、まあセミナーとかやっていて、まあ懇親会やりますね。まあそれも大勢でわーってするのはですね、まあ、少し、得意でない部分も実はあったりするんですけども、でもなんか2次会3次会とかでいつもいいところバーでですね、いいお酒ね、いいワイン飲んでさ、青春について人生について語るね。でこれからの人生ね、どうやって楽しいこと起こるかなということをですね、白ワインとか赤ワイン飲みながらですね、このプリプリのですね巨峰みたいなロビーオリーブとかですね、ちょっと香りの強いチーズを食いながらですね、それでね、いい顔して、ね、笑いながらさ、ね、笑顔で飲んだり食ったりするのが俺が好きなタイプなんでね。別にキャバクラ行ってさ、やるよりもやっぱセミナーの参加者さんとかですね、まあ仲間たちとでワイン飲んで人生最高だよねって言ってる方がやっぱ楽しいわけですよ。だから別にね、まあそうができない方もいらっしゃるんで、まあキャバクラに行くんでしょうけど、別にキャバクラを責めてるわけではありませんし、キャバクラの人たちもですね、やっぱり稼がないといけないんでですね、それもまあ必要な職業ではあるから違いはないんですけども、でも今はね、ちょっともうちょっと抑えていけないかなと思いますね。もうちょっとちゃんと落ち着くまではですね、まあそれ控えていいのかなと思います。でそういうね、まあね、今まあ難しいですね、やっぱりいろいろ立場ありますからね。僕ももしホストだったらさ、こういう風な立場言ってないと思いますよ。だからその立場とか状況をやっぱり理解するとですね、まあ、あらゆる言論というのはなかなかできなくなっちゃうんだけども、うん、でもやっぱり今は少なくともこれを見てる方はですね、キャバクラとかですね、ホストクラブ、まあ、ちょっと控えて、多分いないと思いますね、ほとんどね。うん、まあせめて普通のちょっとした居酒屋とかですね、バーで青春について語りたいと思うわけです。ということでですね、まあ、今週末も大阪と名古屋で、セミナーします。でその後懇親会やります。で月の半ばぐらいですね、18日19日でですね、また福岡と今度は広島ですね、久しぶりに行きますね、広島でやります。そして8月1日ですね、東京で魅力のみこちゃんの出版記念パーティーということで、まあ、僕が企画するわけですけども、そこでですね、非常にまた楽しく青春について語りたいなというふうにね思ってるわけでございます。まあそういうわけで、はい、コロナがザコキャラですということで楽しくやっていきましょう。どうもありがとうございました。